まあ、理解してもらいやすいような考え方をしようということで、ちょっといろんな工夫を考えています。で、まあ、テーマが層を重ねて見えてくる本質の色という大変ということと、まあ、あのたびたびやってきましたこのコテコテの合わせてマチエールをつける。で、上昇気は基本的に圧で今回出たんですが、はい、上昇気圧でやっていきたいと思います。これあえてマイナスは作ってないんですが、左側は幸福度数を10段階にしています。マイナスの方はまあ低めにっていう方で見てください。で、0歳からあれこれ40、60、あ、一応60歳までにしてますが、超えてる方に、最初 の、 僕のように最初ものすごい薄い人生でない人は、ちょっと待って。
それが新鮮ではあったりします。僕も自分で50回、60回重ねて最終的に鮮やかにしてやろうと逆に配信を持って非常によくここまで来たなという感じで ね、これはオフラインログでやったら本当に重厚でね、面白いんですけど、アクリルでも最新の画材の力でね、ここで時間を使いながら、はい、こちらは貝殻ですね。はい、形の上ではしっかり貝殻やと分かります。でも下に通ったということが、間を持たせているというような感覚で10年か20年くらいですね。もう少しやんちゃしといてよかったちょっとここが浅いしてますね。なんか山本さんがやんちゃしてたんですけど、こんなにやるからちょっとしてくれるとそれがまた響いてくるのかなというところですが、はい、目の肌の強さも教えてもらってます。はい、これは段階の色を重ねることとか、そういったことを全部頭の中できちんとフィルターに通しながらよく噛み砕いて、消化してもらったなと思います。まあ、非常に感覚的に完成してますし、まあ、さっきちょっと求めた透明感に近い気配がちょっとしてきてるかなというのは、非常に空気感のようなものも感じますので、左が乾いた夏みかんのようなものと、こっちはなかったんですがだんだん干し柿に見えてきたので干し柿です。3はある意味で無理やり凍らされてるところ、そんな中で絵画の面白さとかね、そういうところに入ってもらったのは、まあ、やりがいのあることやったかなと思ってます。はい、まあ、非常に、こういうスタイルで、インデシキ方式は大変、いろんな問題がたくさんありますので、絵画描いたりものを考えることも面白いですしね、やってもらったりと思います。はい、本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。